国田町へ行きます。ツアーで申し込んでるので7時45分にもうお迎えの車が来ます。今7時44分やばい、あと1分しかない。なんか最近すごいずっとギリギリ、まあでも多分大丈夫でしょう。で、なんだっけ、水着の状態でもう行かなきゃいけないみたいなので、最初に濡れるらしい。私履いてきた？履いてる、うん、から水着と、まあ、帽子とノーメイクで行ってきます。ってことで水着に足はなんていうの、これなんだっけ、マリンシューズだ。あー、そうそうね、マリンシューズを履いていきます。で一応サンダルと、まあ道が悪いからスニーカーは必ず持ってきてくださいってことだったんだけど、私たちはまあサンダルじゃなくてマリンシューズとスニーカーを持ってきました。これでまあ正解だったかどうかは、いや正解だよかな、まあ、ちょっとこの動画でシェアできたらなって思ってます。気をつけて。はーい、はーい。わ、もうここが揺れてる、すごい、トムソエ島みたいな感じ。この前で履き物のことの中ですよ。全然脱ぐんだ。やっぱパパとアルソルジュが脱ぐんだ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゆっくり、よいしょ。ありがとうございます。今日のツアーですね、流れのことを説明する前にガイド自己紹介したいと思います。お願いします。はじめまして、私はバリクラブのパースと申します。パース思いますか、ね、忘れたらパスしてください。で今から直接あのレンボーガントに行きます。でここからだいたい3、40分くらいかかります。今日1日の流れ、1、レンボーガントでシュノーケリング、2、ペニラ島でお昼ご飯、3、ペニラ島の大スポットを回る。以上、そんな感じで。よろしくお願いします。お願いします。3、40分ぐらいかかりますので、ゆっくりしてください。特に見るものはないです。わかりました。ということで、ペニラ島に今向かっています。何時ですか？あと何分？9時20分。めちゃめちゃいいです。もうちょっとでペニラ島に着きます。あとちょっとね、やっぱ30分とか40分乗った感じはあんまりしない。あ、でもそれぐらいだもんね。乗った？あ、ちょっと寝てたかな。バス寝てたかな。という感じで、ちょっと酔いやすい人はできるだけ後ろに乗った方がいいみたいね。でも私は、まあ、酔い止め乗ったからかもしれないけど酔わなかった。酔い止め落ちたら助けないから気をつけてください。はい。冷たい。おお、よいしょ。瞬間のさ、うん、足元サンゴがめちゃめちゃいっぱいだったからさ、怖いよね。この荷台ってこういうことなんだ。なるほどね、ちゃんと椅子はあるんだ。私本当に荷台なのかと思ってた。あバンみんな荷台に乗り込んでるのにドライバーがいません。いましたが、私たちはアルモンガントにいます。感じなんかすごい。YouTube YouTube やってます。ああ、これまず本当ですか？はい、すごい。YouTube やりたい。でも私初めて来たよ、ラッシュガード。来たことない。暑いけどでもちょうどいいかね。M サイズ来ました。164センチの人は M サイズでいいんじゃないかな。でタクはゾゾスーツの人パ, パツパツすぎてちょっとゾゾスーツみたいに見せて。
体型測ってくれる体組成形やだな。ちょっとあんまり鍛えてる人はこれ XL なんだけど結構ピチピチみたい。かわいそう。悲しいね。でもないと結構焼けるとは思うし、水に入ったらまあちょっと緩くなるじゃん。だから私は着といた方がいいとは思う。そうなんだろうね。できれば着といた方がいいと思うよ。嫌だったら持っていけばいいから、ね、そうだね。最悪別に荷物も持っていくんだから、うん、でもいいと思う、ね、うん、うん、はい、ということでちょっと時間があるみたいなので待ち時間です。でこの後荷物を持ってそのまま、向かうみたいなのでちょっとまとめたいと思います。下は見えませんね。ね、ジャングルクルーズっぽいね。おー、はい、渋滞です。渋滞です。みたいなのが描いてたの。流されてるんじゃなくて。今からランチをするんだけど、その前に手に入ってからシャワーして着替えてご飯です。すごい、パン、ご飯できた、イエーイ。ナシゴレン、うまそう。美味しそうだね。で、こっちがミゴレン。美味しそう。インドネシア風チャーハンと焼きそば。ではいただきます。これがあと1時間続いた私写真。長すぎる。何分ぐらいですか。あ、近いですよ。4分5秒ぐらいです。5秒好きだね。よいしょ。あの人はもともと日本人ですよ。どうでしょ。100度目が乗れないから。ねえねえ、ちょっと。宣伝みたいになってるけど、そういうわけじゃなくて。わぁ、めっちゃ綺麗。えっ、うわぁ、すごい。あ、すごい。今は満潮です。満潮の ここか。3分ぐらいしか歩いてね。すごい。ここはクリンキングビーチ。インドネシア語はこれクリンキングだから、そのままクリンキングビーチの小指です。形は小指の形。これが小指ですか。そうです。小指の形。だからそのままクリンキングビーチ。すげえ。うん。あ、いますよ。そこはあの、道があります。あ、なるほど。
下まで降りたい場合は、まあ、30分40分くらいかかります。上がるは大変ですよ。確かに1時間もですね。降りたい場合はどうぞ、私ここでのんびりします。はい、ということでクリンキンビーチです。めちゃめちゃ綺麗、すっごい青い、めちゃめちゃ綺麗。いいな、すごい見たいな。写真スポット、こんな感じで並んでます。でもそんなに人気すぎてもう何十分待ちとかはないので取りやすいんじゃないかな。おさるさん、え、パスクさん、これあげて、餌。おお、餌なんだ。あげる？あげてみじゃ。わあ！こっちあげる。あ！俺の手あげてんじゃん。ね。で取るかな。顔見ながら。取ろうとして。サルたち。バス。怖い。あ、怒ってる。ダメだよ、怒っちゃうよ。よし、行きましょう。忘れ物ないよ。あ、すごい。中の液体こぼさないようにやってってる。持ってった？うん。誰？これで全部回ったの で帰りの車の中は40分ぐらいあるんだけど寝ちゃったんですけど、なんかすごい車の中は揺れるから酔い止めは必ず酔う人は持った方がいいかもしれないし、飲んだ方がいいと思う。これからバリ島の本島の方に戻って、ホテルまで送迎の車があるので、それでホテルまで待ちたいと思います。どうぞ気をつけて。はい、行きたいと思います。私、バリ島に来たら絶対に行って